はいどうも、ズワです。今日はですね、少し雑談という形でお話ししようかなと思っております。で、今どこにいるかというと、ホテルミラコスタに宿泊しています。まあ、いつもと雰囲気はだいぶ違うかな、お部屋の雰囲気が違うかなと思っていますし、こいつ、この2人、この2匹もミラコスタで買ってきたぬいぐるみです。はい。で、今日はですね、何をしてたかっていうと、お昼ぐらいにディズニーシーに着いて、少し誕生日サプライズっていうことで、いろいろとプレゼント、プレゼントっていうか、いろいろとディズニーシーで楽しんできたんですけど、まあ、大したことはしないんですけど、今日初めて、ディズニーシーのホライズンベイレストランっていうレストランで、ディズニーキャラクターと触れ合ってきました。グリーティングとかも全然したことがないので、すごい緊張して、なんかセットメニューとかを頼むんですよね、あれ。いや、全然味が分かんなくて、いや、美味しいには美味しいんですけど、そのキャラクターたちが来るっていうのと、こうどういう立ち振る舞いをしたらいいのかっていうところが全然分からなくて、味がよく覚えてないです、料理の。でもすごい美味しかった、多分美味しかったんだろうなっていう記憶はあります。はい。まあ、もう料理美味しいのは美味しいんですけど、もう緊張がすごかったですね。なんかそわそわしちゃって、でなんか無駄にカメラとか3台ぐらい取り出して、なんかどれで撮ろうかみたいな感じでやってました。はい。まあ、結局ね、今こう撮っているルミックスのカメラに標準レンズ 12mm、60mm、35mm 版換算で 24mm、120mm の、レンズをつけて撮影したのと、ストロボ使おうかな、その行く前はストロボ使って綺麗に撮りたいなと思ってたんですけど、なんかもういざストロボをつけようかなと思ったら、なんか緊張しすぎて失敗するんじゃねえかって思ってやめました。はい。とあと、よ、この RX100M3 ソニーのコンデジを持って行って、まあこんな感じでティルトさせて、動画をね撮りながら、ちょっとこういろいろとミッキーたちと触れ合ってきたんですけど、いやー、あれ普通にこうキャラクターと喋ってる人たち、会話をしてる人たち、すごいなと思って、なんかもう向こうが言ってる意図が僕は全然わからなくて、いやー、もうちょっとこうやっぱ慣れって必要なのかなと思いました。はい。まあでも初めてだったんですけど、すごい楽しかったです。またちょっと、そう、ミッキーのねサインが欲しかったんですよ、スマホケースの裏に。でもペンとか忘れてたし、サインもらえるってこと自体も知らなかったんで、キャストさんにサインの忘れなくって言われた時に、え、サインもらえるのみたいな、うわ欲しかったみたいな、そんな感じでした。はい。いや、でもまたちょっと試みたいと思います。はい。ということで、本当に今日会った感想みたいな雑談でしたけど、またよければミラコスタのグッズ紹介とかもするので、ぜひ見ていただければなと思います。ではまた。